まだまだ働くべきこの年頃の女性が、平日の昼間に時間の合間を縫って友達に会ったとして、一番多い話のテーマはさて何でしょう。正解は病気です。暑いこの時期、喫茶店で一休みするとして、飲みたいものといったらやっぱりアイスコーヒーじゃないですか。それがこちらでアイスコーヒーってメニュー見かけません。あるやんと思って頼んだら、アイスクリームの乗ったコーヒーが出てきました。アイスクリームの乗ったコーヒーとアイスクリームの乗ったクレープを頼んでしまう羽目になり、この瞬間お口の中が3日分の甘いです。高校に入学した時ぐらいから、もうかれこれ40年ぐらいのメガネ生活、遠いところを見るのにはメガネが必要です。だけど近頃メガネをしていると、遠いところは見えても近くが見えなくなってしまいました。メガネを外す必要があります。メガネを取ったりつけたりつけたり、取ったり取ったり取ったりで、家にいるときにしょっちゅう言うセリフはこれ。お昼間の車の運転には全く問題がありません。何時間でもブイブイ走らせちゃいます。せやけど問題は夜。ほんまにドイツは街灯が少ないから見えにくいわーとドイツのせいにしていました。それとかこういった悪天候、ほんまに見えません。にしたって見えにくいがすぎるわ。昨年の秋、日本に帰ったタイミングでメガネ屋さんに行きました。そしたらメガネ屋さんにごっついショックなことを言われました。あんまりにも話に花がないので話題を変えます。せっせと働かないと食うていけない50代の女性が、平日の昼間に仕事をサボって行くところといえば、さてどこでしょうか。正解は病院です。